皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。はい、こちら、はい、こちらですね。はい、富士フィルムの XH2S を購入しました。今回買ったのはこの XH2S とこの冷却ファンですね。これを買いました。これそのカメラのボディを冷やす目的で使う、まあ、動画目的で使うやつですけど、星空の撮影でもまあ使えるなと思ってこれも買ってます。星は天気が悪くて撮れてないんですけど、まあ、動画とか写真とか、でちゃちゃっと使ってみて自分が感じたファーストインプレッション的なものをお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。XT4 を一応自分もレビューしていいカメラだなと思ったんですけど、結局買わなかった理由としてはですね、 XT3、 今撮ってる動画はこれ XT3 なんですけど、 XT3 からの変化っていうのがあんまり感じなかったんですよね。その基本的には XT3 にその手ブレ補正がついて、まあ低照度優先とか、まあそういう星にも便利な機能はついてはいたんですけども、ちょっと購入に至るまではいかなかったんですよね。その XT3 になってから、実は私星空撮影に関してはあまり画質はですね満足できてないんですよ。ライブ配信では言ってたんですけどね、 XT2、XH1 ってあれ確か富士フィルムのセンサーですよね。あの時は富士フィルムが作ってたんですけど、 XT3 からソニーセンサー、リメンショー社のセンサーに変わったんですよ。でその時にですね、なんとなくぼやっと映るなっていう印象が残ってたんですね。昼間の写真でも夜の写真でもバキッと決まる時はあるんですけど、でもね、なんだろうな、外すことが多いっていうか、これちょっとうまく言えないんですけど、なんかバキッとしないなっていう時が多々あったんですよ。だから私、富士フィルムで星空撮るには何が一番いいですかってカメラのおすすめを聞かれたら、 XH1 ですってずっと言ってたんですよ。中古で買ってそれ使うといいですよと。まあ、そういった理由があって写真性能に満足できなかったので、実は XT3 は動画用途がメインになってたんですね。あれ、これはやっぱりリメンショー社ってこういうデメリットがあるのかなとか思ってたんですよね。もちろんメリットはあります。あのローライト、その暗いところに AF が強くなるとか、まあいろいろメリットはあるんですけど、画質の面ではね、ちょっと私はメリットを感じてなかったっていうのが正直なところなんですよね。でその中で、あの去年 GFX100S 買ったんですよ。あれもリーメン照射じゃないですか、まあ、全く違うセンサーで画素数も違うんですけども、あれを使った時にですね、画質がめちゃめちゃすごいなと思った。画質っていうか、その、XT3T4 で感じていた、なんかたまに外すっていうのが全くなくなったんですね。あ、リメン照射ももしかしたら発展途上なのかなってその時思ったんです。これから改善していくのかなという期待があったんです。私の師匠のお世話になってる田中雅美先生に、このカメラのことを聞く機会があったんですね。動画をアップしてます。こっちにこう出しましょうか、こっちにアップしますけど、でこの動画で田中先生に聞いた中で、ちょっとだいぶセンサーが変わったと、ノイズの形とかがなんか変わったよっていう話を聞いて、あ、これはもしやいけんのかなと。 YouTuber 的にですね、いろいろな、機能が強化されたっていうのもあって、この度購入に至ったっていう感じですかね。ここに T4 があります。ちょっと上から見て、見ると、まあ、グリップが大きくなってますよね。それからカメラ自体の本体がちょっと薄かったのが厚くなってますね。アイカップのところを見てもらえると、だいぶこう、なんですか、出っ張ってる感じが伝わると思うんですけど、はい、だいぶ分厚くなっています。カメラの上部を見ると、大きいサブ液晶モニターがついてます。ここにこう電源をすると、こういろんな情報が表示されるんですね。まあ、ただちょっと残念なのが、ファーストインプレッションとか言って文句も言っちゃうんですけど、この GFX があります。 GFX100S があります。はい、これのサブ液晶モニターそのまんま移行したのかなと思ったら、こっちはね、こうやってヒストグラム出せたんですよ。これめちゃめちゃ私気に入ってたんですけど、これ出せないみたいなんですよね。ちょっと残念。ちょっとなんか先に、うーんってところを言いましょうか。メモリーカードですよね。
だって今何も刺さってませんけど、片方に SD カードが刺さって、片方に、CF エクスプレス、タイプ2が刺さります。1枚ずつ刺せるんですね。でこの動画がですね、このカメラは 6.5K かなで記録ができるんですよ。で結構な高画質で撮影することができるんで、円滑にそのスムーズにね、止まらずにその動画機能を生かすには CF エクスプレスタイプ B を挿した方がいいんですけど、1枚しか挿せないんですよ。で SD カードも1枚しか挿せないんですよね。だからなんか私としては SD カード2枚挿しもしたいし、 CF エクスプレスタイプ B を2枚挿しもしたいんですよ。まあ両方に対応できるようにしてくれないかなっていうのは、あの今後お願いしたいですかね。α7S3 っていうソニーのカメラがあるんですけど、まああれは CF エクスプレスタイプ A だけどさ、 SD カード2枚挿しもできるし、 CF エクスプレスタイプ A を2枚挿しもできるんですよ。これ Z7 II とかニコンのカメラもそうなんですけど、1枚ずつじゃなくて両方2枚挿せる選択肢が欲しいなってのは思います。カメラの上部、ここ C1 から C7 までずらっとカスタム設定ができるようになってます。これね、このカスタム設定使いこなしは非常にこのカメラを使う上で大事なので、これはね、まあ次の動画で、話そうと思いますけど、要はお好みの設定をここに割り振ることができるんですね。で全機種の XS10 ではこのカスタム設定が初めてって言っていいのかな、あの富士フィルムのカメラではその大幅にまあカスタム設定ができるようになった機種なんですけど、写真にはカスタム設定触れたんですけど、動画のカスタム設定がなぜか触れなかったんですよ。で今回は写真にも動画にもカスタムが割り振れるようになってます。これね結構使いやすくなってるっていうか、そのカスタムの使いこなしをどんだけ追い込めるかで、このカメラの快適性ってだいぶ変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、それは次の動画でねご紹介しようと思っています。あと YouTuber にはとても嬉しいです。 YouTuber だけでなく動画作る人には嬉しいですね。HDMI のフルサイズがさせるようになりました。はい、これは非常に大きいです。今まではHDMI のマイクロっていうすごい小さい端子だったんですよ。でそれをこのフルサイズのサイズに変換して使ってたんですね。まあそれがすごくめんどくさくてですね、割とその HDMI のマイクロっていうのが細くて弱いので折れることも多くて、まあ撮影現場でぶっ壊れて苛立つこともあったりとか、その予備のねケーブルを何本も持ってかなきゃいけなかったりっていうのがめちゃめちゃめんどくさかったんですよ。それ忘れるともうアウトで、そう忘れた時に限ってなんかトラブル起きたりしますからね。まあそういうのがあったので、今回フルサイズになったのは非常に嬉しいです。ここの後ろのこの部分のキャップを外すとこう端子が出てきてですね、さっきのこの部品ですよ、これを使うとこういう風に専用の冷却ファンが使えるようになります。で今まではスマホクーラーみたいのをつけて、ここにつけてねボディを冷やすっていうことをやってたんですけど、まあそういったことが、なくなりますよと。ボディを温めることを優先にしたりとか、ちょっと弱めにしたりとかっていうそういう回転数を調整できるので、こうやって動画撮ってるとやっぱり音声がね拾っちゃったりするんで、写真の時はフル回転にしたけど動画の時はその弱い回転にしたりとか、まあ、そういった微調整はスマホクーラーではできませんでしたから、それができるようになるのは非常にありがたいなというふうに思ってます。で星の撮影だと特にこれからのシーズンそうですけど、夏になるとめちゃめちゃ熱ノイズが出るんですよ。だからその熱ノイズを減らすためにはボディを冷やすしかないので、今までのその XT4 とかは、このバッテリーがねこういう風に見えるかな、こういう風にですね、横に刺すタイプなんですよ。縦に出てないんですよね。だからこのバッテリーで結構熱を持つことが多くて、それでカメラ側が熱を持ったりするっていうのがあったんですけど、今回の XH2S は縦に入ってますから、なんていうかこう横に入るよりも熱が伝わりづらいというか、でボディが分厚くて、こう冷却ファンもついてますので、放熱スペース、放熱の熱を持った時の放熱にも特化しているということで、夏の星空撮影の熱ノイズにはすごく効果があるはずなんですね。パナソニックの XH1 みたいにもうそういうファン内蔵でも良かったんですけど、まあ、そうすると多分まだ分厚くなるんでしょだから取り外しができる分小型は軽量になったんだけど、付け外しっていう面倒はあるので、良くも悪くもっていう感じですかね。
ファインダーがですね、めちゃめちゃ綺麗ですね。こういう状態のファインダーですね。普段はこうやって撮ることが多い、星を撮るときも動画撮るときもこういうことが多いんですけど、写真撮るときって、まあ、こうやって覗くことが未だにやっぱり私あるんですよ。このファインダーまでめちゃめちゃ綺麗ですね。この中すんごい綺麗ですよ。あとは他の方がレビューですでにされている通り、 AF 性能とか動体認識、人物の認識と動物の認識機能っていうのはめちゃめちゃ良くなってます。富士フィルムのカメラじゃないんじゃないかってぐらいすごくなってます。例えば、まあ、今こうやって自分が撮っていて、瞳 AF にしたとして、こうやって外すと、やっぱりそのある程度こう迷ったりとかついていけないことっていうのはすごく多かったし、こう後ろを向くとこの人物の認識が効かないっていうことがあったんですけど、このカメラはそういうことがなくて、まあ、どんだけ動いても、人間の瞳 AF にはその食いついていきますし、後ろを向くとあの人間の頭の形を、ね、認識してくれるんですよね。だから AF がこう見失ったりとか迷うってことはもうほぼなくなったと言っても過言ではないかもしれません。めちゃめちゃ良くなったよ。すごく良くなった。だから久しぶりになんか自分もね、野鳥取りに行こうかなって思いましたよね。そのノイズですね、星空撮影とか暗所でのノイズの出方、まあ自分がその購入に至った理由の一つですけど、その点に関してはまだちゃんと試せてませんが、薄暗いところで感度 12,800 で試したところ、あれこんなノイズでいいんだっていう感じ、まあいい意味で。だから期待値は高い。自分がその XT3 に変わった時に感じていた写真性能でのその、バキッとしない感じってのはちょっとまだこれから検証が必要かなと思いますんで、これからの動画で紹介していきたいと思います。はい、それでは簡単ではございますが、とりあえず、XH2S のファーストインプレッションということで、今日の動画をアップさせていただきましたんで、今後このカメラの使いこなし動画、それから実際に星が撮れたらね、晴れたら星撮ってきますんで、実際自分の期待通りのことがなってるかっていうのを確認して皆さんにお伝えしたいと思います。それでは本日は、ここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。